ボクシンググランプリ2007が開催された、有明コロシアムボクシンググランプリ2007は、2007年1月3日に、有明コロシアムで開催された、プロボクシングの日本 VS メキシコによる対抗戦である。定見プロモーション会長、本田昭彦原案により、ゴールデンボーイ・プロモーションズとのパートナーシップを結び、実現。当初は2006年6月3日に予定していたが、延期となった。 日本代表総監督を、大橋ボクシング事務会長の大橋秀幸が務めた。川島勝重 VS クリスチャンミハレスの WBC、世界スーパーフライ級タイトルマッチとエドウィン・バレロの、WBA 世界、スーパーフェザー級初防衛戦となる VS ミチェル・ロサダ、千のダブルタイトルマッチに、ノンタイトルを合わせた 5VS5 の対抗戦形式で行われた。先方、次報。 中堅の3試合の勝利チームに1ポイント、世界タイトルマッチの副賞戦、対象戦の勝者に2ポイントが与えられて、総合点で争われ、4.5vs2.5 で日本が勝利した。しかし、対象戦では川島がプロ36戦目で初の TKO 負けを喫した。試合はテレビ東京系で取って出し中継。解説は川島角行き。 ゲスト解説を、長谷川穂積と八重樫東が務めた。なお、一部マスコミで、史上初の国別対抗戦と報道されていたが、それまで、日本国内で、国別対抗戦はしばし開催されていた。先方、58.0キログラム契約10回戦。時報、56.0キログラム契約10回戦。中堅、68.0キログラム契約10回戦。 副賞戦、WBA 世界、スーパーフェザー級タイトルマッチ大賞戦、WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ。ありがとうございます。